ごちそうさまでした。はい、ここ2回目ですね。ここは当たりです。量は多いしね、料金は安いし、ここは、はい、じゃーん、見えるかな、なんか暗いな、あれ、はい、飯どころ横田。ここはね、新294、前も映しましたけど、あと向こうがね、東京方面ね、あっちね、ここは車が賑やかですね。で、向こう行くとね、筑西方面、栃木方面。2回目です。美味しかったです。なんかね、おかずがいっぱいで、卵かけご飯、ちゃが、生卵もあったんで、卵かけご飯も食べたいなと思って、2杯ご飯食べましたけど、ね、そんなにはね、お腹いっぱいにならないんですよ。後から来るかな。毎週月曜日。休日ね、定休日、毎週月曜日11時半から2時、11時40分ぐらいに着きましたね。夕方は5時からやってますから、この10時がね、今2月20日まで、あれだって、9時までなんだって、あ、違う、8時までなの。5時から8時までね、2月20日までコロナで、で、ラストオーダーが、ラストオーダーが7時半って書いてあったね。あと、なんだ、お酒が2月20日まで出さないんだって。さっきお酒のね、宣伝しちゃいましたけど、メニューのね。残念ですけど、しょうがないですね。はい、駐車場広いです。はい。飯どころ横田。美味しかったです。ここは何回も来てね、いろんなの食べたいですね。はい、ごちそうさまでした。終わり。